売れてる時はさ、ルミネの空き時間ってさ、打ち合わせが入ってくるやん。はいはい、そうですね、そうですね。で、ルミネの中でもやっぱ、はい、その売れてる人たちとか、空き時間パンパンに打ち合わせが詰まってる人たちは、うん、やっぱこう充実した勝ち組の顔をしてるやん。ほんで、確かに。そう、ほんで俺らみたいに、もう落ちぶれて、空き時間をしっかり空き時間の人たちは固まって端っこの方で、ほんでほんましょうもないゲームのアプリしながらさ、課金してんの。最近はあんまりもう抑えてます。とか。それがさ、ほんまに横並びのテーブルでさ、片方打ち合わせで片方、はいはい、そんなんとかなったりするやんか。うんうんうん、何やろ、この仕事貧富のさ、ちょっとやめてほしいよな。明らかにもうその場でわかりますもんね。うんうん、それこそ川島が朝ロケやって、ルミネやって、打ち合わせやって、ルミネやって、打ち合わせやって、ルミネやって、次なんか仕事で、俺ルミネ3回だけとかの時あんねやんか。なんかさ、ほんますいません。どう言うてえか分からへんけどさ。でさ、そんな中でもさ、少ない空き時間、川島はさ、うん、誰かとさ、楽しそうに喋ったりとか、なんかまあ最近頑張って楽屋明るいからさ、うん、すごいはしゃぎたりしよんのよ、うん、なんかご飯じゃんけんしたりとかして、うんうん、そんな俺はもうそんなもんもうせえへんしさ悲しい話だなこれなんかやりましょう端っこでジャンプのアプリで漫画読んだりとかしてさ悠々白書おもろいなみたいな